お、うまい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 。いいっすね。なんかちょっとリアクションがあるといいんですけどね。どう？私ね、固まってきた。え？ちょっと。ありていの話ね、うんちみたいになればいいの。触ったことがないですよ。サラサラになって。だってさっきのうんちっぽかったでしょ？ニョニョニョって。ありていの話ね。はい。じゃあ頑張ってみる。よしよし。え、今ですか？もうですか？もうそれいいんじゃない？え、そうそう、固まってこない？いや、柔らかい。え、便秘になるよ。どういうこと？止まりよ。え、いや、そしたらこう。めっちゃ柔らかい、めっちゃ柔らかいんですよ。まだ柔らかい？え、そう。え、ちょっと待って。柔らかくないですか？あ、じゃあもうちょっとかな。ですよね。まあ、混ぜないと。石膏ってこれ、この後ぎゅーん、急に固まるんだよね。え、そうなんですか。うん。怖い怖い。あ、今度ほら、みんなにやってもらうからね。これ、ちょっと紹介したんで、石膏の、なんか卵みたいなの見せたよね。あれやってもらいます。あれ固まって、楽しいんですよ。あの、あったかくなってくの。熱で。あったかくいんですか、これ。あったかくなります。水が熱なんですけどね。そろそろかな。あ、なんかそろそろっぽくない？そろそろ固まるよね。本当ですか？さあ、頑張って出そう。はい。いいんですか？せーの。全部ですか？むにゅむにゅ。全部ですか？はい。むにゅむにゅ。あ、この雰囲気どうですか？おー。おー。おー。鶴分とは思えない。はい。あ、いい感じですよね。うまいですよね。これが、あの、いわゆるほら、粘性、粘り気の強い方のね、うん、白っぽいって言ったらちょっと科学的に難しいんだけど、あの、ケイ素です。酸化ケイ素、二酸化ケイ素で石鹸の仲間だと思ってください。で、ちょっとだけ黒くして、はい、はい、大丈夫です。黒っぽいって意味わかりますか？あの、成分の中にいろんな、あの、いわゆる金属イオンが入っていて、ケイ素を上回るその金属イオン入ってると黒っぽく見えるんですよ。岩石って大体黒っぽいですもんね。はい、どうぞ。置きっぱなしで大丈夫だと思いますよ。置きっぱなしで。こっちはわかりやすいですよね。トロトロになるはずなので、はいはい、もうちょっとバッテリーない、はい、ごめん、はい、トロ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 、え、こうやってきたか、あ、でもいいよ、あ、いいよいいよ、はい、誰か、はい、いい感じですね、ね、トロ、これ以上やるとまずい、はい、そんな気がする、ね、これね、ね、あの、露骨に下痢みたいっては言えないんですけど、ね。はい、うまい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 、よくできました。はい、拍手。